21年ぶりに、上杉達也が登場。幻の甲子園決勝シーン描く。足立みつるさんの名作漫画、タッチに登場する主人公、上杉達也が、甲子園の決勝で解答。そんな、幻のシーンが、同作の約30年後を舞台にした漫画、ミックスで描かれていることが、11日、明らかになった。タッチでは、達也の明星学園が、全国制覇をした証となる優勝皿は、描かれたものの、達也が甲子園で投げている場面は一切なく、タッチの連載終了後から、実に31年の時を経て、甲子園で活躍するシーンが、描かれたことになる。タッチは1981から86年に、週刊少年サンデーで連載され、ラブコメブームを巻き起こした傑作。野球の才能はあるが、本気にならず受け流すため、ダメ兄貴と言われる上杉達也、真面目な双子の弟で野球部のエースとして活躍する和也、隣に住む幼馴染の浅倉みなみの三角関係を軸に物語が進む。そして和也の事故死をきっかけに、弟の意思を受け継いで本気で野球に取り組んだ達也が、甲子園を目指すというストーリーだ。テレビアニメだけでなく、劇場版アニメ、実写ドラマにもなり、歌手の岩崎良美さんが、歌った主題歌、タッチ、なども人気を博した。ミックスは、足立さんが、2012年から月刊漫画誌、月刊で連載している。達也たちが、甲子園優勝した約30年後舞台に、血のつながっていない立花兄弟が、明星学園に入り、甲子園出場を目指すという野球漫画。達也のライバルの一人だった西村がライバルチームの監督として登場しているが、達也は伝説の選手という扱いで名前が出るだけで描かれたことはなかった。11日発売の月刊6月号に掲載された第59話、似てると思わないか？では、立花兄弟の弟、トーマが明星学園優勝決定試合のビデオを再生し、これが明星学園、上杉達也のストレート、などと圧巻の投球をしているシーンが描かれている。漫画の最後のページには、目に焼き付いている、上杉達也の伝説の投球、と書かれている。